ティデリー・ウィッキーは、ウィキをモデルとして、ジェレミー・ラストンが開発した、クライアントサイドの単一ページのアプリケーションであり、個人的メモ帳として使うことを意図している。ティデリー・ウィッキーの用語では、ユーザーの入力をティドラーと呼ぶ。ウィキのページにあたり、個別にタイトルが付けられる。既存のティドラーを編集、削除することもできる。テキストには、マークアップ構文が、使用可能で、 日本語の記述もできる。ティデリーウィッキーが一般的なウィキの実装と大きく異なるのは、そのコンテンツの表示形式である。ジェレミー・ラストンはこれについて、次のように言っている。ティデリーウィッキーは簡潔な小さいチャンクに分割されているため、ブログのような見た目である。しかしハイパーリンクすることで上から順に読む必要がなくなる。そうしたければ、全体として、 統一感のある中で小さいコンテンツが束ねられている非線形なブログのようなものにできる。私はティデリーウィッキーが執筆のための全く新しい媒体を表し独自の執筆スタイルを生み出すと思う。ティデリーウィッキーは非営利団体うなめさが BSD ライセンスでリリースしており無料で利用できる。開発者のジェレミー・ラストンはこれを実験的なものとしており。 多くの人々がティデリーウィッキーを使ってオリジナルの HTML ファイルを作成している。それらをアダプテーションスと呼ぶ。アダプテーションスは大まかに2種類に分類できる。一つはクライアントサイド機能のままのもので、もう一つはサーバサイドのファイルを扱えるようにして、本来のウィキに近づけたものである。アダプテーションがよく知られるようになると、 オリジナルのティデリーウィッキーファイルにリンクが追加された。ティデリーウィッキーアダプテーションズはラストンが考えていなかった機能を追加したものが多く、その一部はティデリーウィッキーの新バージョンに採用されている。なお、最近ではプラグイン形式で機能を追加することが多くなっている。ありがとうございます。